千秋楽限定のアドリブセレクションをご覧ください。セーラームーン役の倉木まりなです。最後の台本です。順調だと思ってたんですけど、我がプリンセス。いや、食べたい食べたい。16日、私がセーラームーンを演じる最後の一日。え交番表をひっくり返すことや神棚に手を合わせること、4年間やってきた一つ一つのことも今日で最後です。いや、もうこのシーンはもうこれで終わりなんだなとか、なんかうさぎちゃんとセーラームーンを4年間演じてきたけど、もうこの一日で終わりなんだとか思うんだろうなって思います。宇宙は輝き続ける。私たちは何度でもやり直せる。約束の歌。約束の歌は卒業公演の新曲であり、今までで一番好きな歌です。聴いてください。光のない島のどこかにまだ見えない星がある。光のない夜のまだ見えない朝がある。始まりはいつでしょう。空から降る命、始まりはどこでしょう。この地に流れてる私がセーラームーン役をやれたのも、ここにいる皆様のおかげです。皆様からの声援や今までの思い出、忘れずに生きていきたいと思います。約束の道、あなたに届ける約束の歌。キャスト全員で歌いました。銀河のサンクチュアリです。どうぞ。寄せて砕ける銀河の波に、時は終わりを告げはしない。夜の吐息に耳を澄ませば、星が生まれる意志を聞く。皆さん、本日はどうも本当にありがとうございました。
4年間このセーラームーン役をやって、セーラームーンの役から学んだことがありました。それは、たくさんあるんですけど、友情とか愛とか、それを持っていれば、なんだろう、いろんなことがあるけれども、なんていうか頑張れいろんなことがあるけれども、友情とか友達とか愛とかがあれば生きていけるというか、一人にならないで寂しい思いをしないでっていうのも変なんですけど、何言ってるか分かんないんですけど、もうなんかあれなんですけれども、とにかくこの4年間やってきて、最初はすごい子供で何もできなかった私が、一番古い人間になり、みんなを引っ張ってここまで来れたのも、ここにいるファンの皆様や、キャストの皆様、スタッフさんのおかげです。本当にありがとうございます。そしてこれから、いろんなお仕事に挑戦して、いろいろまた成長して、皆様の前で、いろんな、なんだろう、変わったなって思われるように、成長し続けたいと思いますので、皆さんこれからも温かく応援してください。キャスト、スタッフ一同になり変わりまして、厚く御礼申し上げます。私はセーラームーンを卒業したんですけど、
この4年間長いようでとっても短くって、いろんな人に出会って、もう本当ファンの皆様の声援がすごい嬉しくって、最後の最後まで皆さん温かく見守っててくれて、本当にやっててよかったと思います。今まで皆さん本当に本当にありがとうございました。そしてこれからも黒木マリナを応援してください。バイバイ。